こんにちは、のぐです。今日はですね、この冊子を見ながら解説していきたいと思います。これはセリングオムでね、今日はね、まあのあいつもね同じようなこと言ってるんだけども、こういうのねこう見た時にどこを見るかっていう話なんですね。でこういうふうに見るとね、さ大体こういろいろなことを分かってるくるし、ね、忘れてたことを思い出すわけよ。一つはすぐ忘れちゃうわけ。私なんか本当に3歩あるったらほぼ忘れちゃうんですよね、今ね。そう、だからせっかく、ね、YouTube でじゃあいつも聞いてますと。でもね、今週末もう今日はちょっとねまだ週末っていうか週明けだからね。で週末にじゃあ土日で風邪をひきましたっていう時に、今日聞いたこと土日にできますかってことなんですよ。これ忘れちゃうじゃない。絶対忘れちゃうの。そのもう1回だったら絶対忘れちゃうね。だからこれはね、気づいた時にそれをね、毎日今ね、動画送ってますんで、ね、それ見た時にさ、その時にはしっかりあやんなきゃと思うじゃん。でも週末になったらできないわけよ。それをまたさ、それをだから何回も何回これ見なくちゃね、せっかく忘れちゃうんですよねって話だよね。そう、私はそういう人間なんで、だからね毎日発信していろんなことはして同じようなことでも発信どんどんしていくと。そしてそれを見てさ、じゃあ今日みんな明日休みなんだ、あ風邪ひいたやろうって言った時に、ああ昨日のあれあったなっていう風になるわけよ。そうするとそれができるという、まあそういうことです。まあ前置きはこんなことにして、今日はねこのホーム、これね多分ね見ると分かれてます。このね、何かっていうとこういうことね、体が開いてるんだよね。これね肩のラインがこうなんですよね。これブームと、だからまあ、こっちに胸が向いちゃってるってことね。肩が開いてるってことね。だからこれどういうことかってさ、よく見てみると分かるんだけども、マストで字が縮んでさ、縮んでね、逆に言うとブーム手が広けばさ、肩のラインってほら開いてるってことだよね、進行方向に。そうすると何が起きるか、引き込めないってこと。もし引き込めたとしても、これは実言うとブーム手、腕の力で引き込んでる。だから一瞬ね0コマ何秒ギュッと引き込むかもしれない。でもすぐバーってブローなんかしたらすぐ開いちゃうんだよね。だからこれスピードが安定しないっていうのはそういうことなんですよ、みんなね。でこれはさ、いつも言ってるように、じゃあどうすんだっつって、この肩の前のね、肩のラインでね、この肩ね、前の右肩と後ろのね左肩、こういうふうにすればいいわけ、平行にね。だから全然この黄色のラインと違うでしょ。これが、ブームと肩の平行ラインの法則で引きましょう。腕で引き込むじゃないよって、これ何回も言ってるけどね、そういうことです。であと一つはね、このね、ブーム手がこう、マスト手がね縮んで体が開いてしまうフォームになると、これ見ると分かるんだけど、後ろ足過重になっちゃうんですよ。これ簡単な話、ほら肩が開いてるじゃない、でブーム手が縮んでるじゃない。そうすると体がこうやって開いちゃうから、後ろ足にここに過重かかるんですよ。これやってみれば分かる。今ね椅子に座ってる人はすぐ分かる。椅子に座って、体がねじゃあ開きましたっていう時に、どっちに荷重がかかりますかっていうことなんでね、これ後ろ足に決まってるんですよ。なおかつウィンドサーフィン走っちゃってるから、どん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 後ろ荷重になるの、後ろ足一本だから、どん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 ノーズがガーッと上がってきました、どん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 ノーズが風上ラフし始めました、スピード落ちますっていう、こういう状況になるわけね。っていうこと、これはもう必ずなんですよ。だから肩の平行ラインはそういうことだけで重要で、肩のラインがね、しっかりと平行になってれば、ブームと平行になってこういう状態になれば、重心っていうのはここにこうやってくるわけで、後ろ足と前足の中心に来るんだね。そうするとここを中心として、前足にグッて体重かけたりとか、後ろ足にグッとかけたりして、ノーズの上下を簡単にコントロールできるんだよね。これだけでね、フォームがきちっと決まればね。あとはほら上級になれば、ほら頭の位置をちょっと前に持ってね、前乗りになったり、ちょっと後ろに乗って頭の位置をちょっとずらすことによって、プラスアルファでコントロールできる。でも最初はね、この重心を真ん中に置くことによって、ね、足の前と後ろの足のコントロールで簡単にこうね、ボードを、ノーズの上げ下げコントロールするっていうやり方をするわけだよね。だからよくね、これ質問だったさ、プレーニングしてるんだけど、どうしてブローが来るとボードを楽しちゃうんですよねとかさ、あとものすげえ下ってっちゃってどうにもならないんですよねっていうね、これ大体フォームが、肩の平行ラインがほとんど、みんな大体開いてます。だから腕を使って、腕の力で、ブーム手の力でグーッと引き込むんだから、力のある人はある程度乗れるんだけど、開いてるから後ろ足に荷重がかかって、ね、ボードがノーズがどんどん上がってきてバタバタ、スピードが出ない。ラフする。あとは下っちゃう。グーッと下っちゃう。で、マストが縮んでるからどうしてもそれで開こうとする。グッと開くと、どん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 下っていっちゃう。まあそういうことがいっぱい起きるわけね。
まあ、下る登るっていうのはね、まあ、上りはね後ろ足のプレッシャーで結構登っちゃうんだけど、下りっていうのはどっちかっていうとセールパワーポイントの1なんだよね。まあ、大体そうじゃないですか。下るっていうのは後ろ足グーって体重かけちゃえばノーズが上がってボードがね、風上の方に向いちゃうっていうのは、これ後ろ足かけちゃうからね、足をグーって後ろで押しちゃうから、テール押しちゃうからノーズは風上っていうねことなんで、下りっていうのはどっちかっていうとセールのパワーポイント、だから見るべき点っていうのはブームが下がってるか下がってないかね。でこの写真のように、セールパワーポイントがしっかり正面に来てれば、このフォームだと多少フォームが悪くてもしっかり走ってくるんですよ。だから、大体日本でいうと7割8割ぐらいの人がこのフォームなんだよね、ちょっと体が開いて後ろ足に荷重がかかってる、これはどうしてもしょうがないんだよね、スラロームの人が多いから、ウェーブでこのフォームをやっちゃうとね、ほとんどねスピード出ないしね、なんだ、下っちゃう、なんかスピード上げるためには下らなくちゃうんだよ、ということ、引き込むとガーッと風上ね行ってスピードが落ちちゃうもんだから、走り出すためにアビームからちょっと下りで、ウェーブの人だとどっちかと、そうだから上りがねウェーブの人って苦手っていうのはそういうことが多いんですよ、走るためにね。だからそれこれホーム変えちゃえば簡単なんだよね、だからオーバーじゃないと登れないよって、ウェーブボード乗っててね、クワッドなんてね、あれオーバーじゃないと登れないよねじゃないんだ、あれジャストでもアンドでも全然登るんですよ、それはホームの問題ね、そう、あの道具の問題じゃないです、ホームの問題なんですよ、そう、アンダーだかジャストだかガンガン登るんですよ、ウェーブボードだってホームさえしっかりしてればね、ということです。今回ね伝えたいことはそういうこと、体のね肩の平行ラインっていうね、もう一度しっかり確認してくださいと。だからまあ確認っていうのは自分がさ、乗っててどうしてもラフ癖があります、下り癖がありますっていう時には必ずねこの平行ラインがずれてるっていうことが多いです。あと全然一人オーバー効かないんですよとかさ、荒れてくるとノーズがバンバン上がっちゃうんですよとかっていうのは、やっぱりホームでどうしても怖いから肩開いちゃうんでね、正面見るからということね。私は進行方向ね、ノーズの方でずっと走っていくっていう時には、必ず見る時には首だけで見るんだよね。だから前袖の肩に顎を乗っけるような感じで、そこからこう正面見るっていうホームにかなりいつも近くしてますよね。そうじゃないとさ、ガン見しちゃうとさ肩開いちゃうんだろうしょうね、グッと。だからいつもこう肩の上にさ、右っていうかマストでの肩の上に顎を乗っけるような感じでこう正面を見るっていう方も心がけてますね。そうするとねマストでってのはすごい伸びやすいし、ということ、あと重心も下がりやすいんだよね、ということです。以上でした。これね、フォーム、参考になれば嬉しいかな、っていうか参考になるっていうか、また忘れちゃった人はまた思い出してください。そう、自分がどういうね走り癖があるのかということで、大体これが分かりますから。以上です。